ウク,ライナ軍クルスク侵攻にチャレンジャー2戦車も投入ハイマースなどに損害もウクライナ空中強襲軍、空挺軍の希少な英国製チャレンジャー2戦車がウクライナ軍がロシア西部クルスク州で行っている軍事作戦に投入されているウクライナがロシアの国境地域で進めるこの作戦が一時的な侵入などではなく長期的な影響を伴う 本格侵攻であることをうかがわせる新たな事例といえる重量64トン乗員4人の重装甲戦車であるチャレンジャー2は昨年英国から14両がウクライナに供与されウクライナ軍では空中強襲軍の第82独立空中強襲旅団が唯一の運用部隊となっているクルスク州への越境攻撃作戦に参加している 第82空中強襲旅団が東州でこの戦車も使っていることは11日うち1両がロシア軍のドローンに攻撃される様子を捉えた動画で初めて判明したロシア軍のドローン部隊グロムカスカードが投稿したこの動画には侵攻地域の東端近くでチャレンジャー2にランセット徘徊弾薬自爆ドローンが突っ込むところが映っている。 地上で撮影された写真から、1990年代に開発されたこの戦車が、最大で重量12キロほどのランセットに撃破されたことが認められるようだ。第82空中強襲旅団のチャレンジャー2の損失が確認されるのは2両目だ。最初の損失は、ウクライナ軍が2023年夏に南部で行った反転攻勢の際に生じた。 今回の損失によって同旅団の中隊が保有するチャレンジャー2は12両以下になったとみられる。精鋭の第82空中強襲旅団はクルスク方面作戦に加わっている少なくとも3個の空中強襲旅団の1つでクルスク州内の支配地域を広げるために戦う間に大きな損害を被っている。 同州でののウクライナ側の支配地域は現在、数百から一千平方キロ,ほどとられるロシア側は第82空中強襲旅団の先方部隊に対する待ち伏せ攻撃に成功した結果とする凄惨な写真や動画を投稿している第82空中強襲旅団はチャレンジャー2以外に歩兵戦闘車として使われる 米国製ストライカー総輪装甲車も数量を失ったようだ。損害の拡大を防ぐためにも、深入りは避けるべきとの見方。公平を期して言えば、クルスク州方面では双方に大きな損害が出ている。ウクライナ側はロシアの軍人数百人を捕虜にしたほか、防空兵器でロシア側のヘリコプター数機や SU-34 戦闘爆撃機1機を撃墜した。 ウクライナ軍はこの作戦で FPV ドローンを初めて本格的な空対空任務にも使用しているロシア側はクルスク州と接するウクライナ北部スーミ州で侵攻部隊の防御に当たっていたウクライナ軍の希少なポーランド製 S125 地対空ミサイルシステムを撃破したまたウクライナ軍の希少な米国製高機動ロケット砲システム 1>, はいす1機も今週クルスク方面と見られる場所で被弾している最も貴重な西側製兵器を危険にさらすのをいとわない姿勢はこの作戦にかけるウクライナ軍参謀本部の決意を示しているウクライナ軍の将軍たちはクルスク州内のかなりの部分を制圧保持する考えなのだろうではウクライナはなぜそうしようとしているのか フィンランドのアナリストヨニ・アスコラはウクライナの高官の発言や最近の進軍を見るとウクライナは将来の交渉で有利な材料にもなりうる緩衝地帯の設置を目指しているようにますます思えると述べている。とはいえこの緩衝地帯をどこまで広げられるかには厳しい制約がある。当然、ロロシシアア側側がが関与する。ククルスク州で 大規模な反転攻勢を組織しウクライナ軍の進撃を抑え込む可能性は依然としてあるウクライナ・ロシア西部で橋を破壊補給の要所ウクライナ軍は越境攻撃を続けるロシア西部クルスク州で十六日政務側にかかる戦略的に重要な橋を破壊したロシア当局もクルスク州の町グルシェコボ近くでの ウクライナの軍事作戦で同地域の一部が寸断されたことを認めたと伝えられているこの橋はロシア軍部隊への補給に使われていた破壊されたことでロシア軍の活動が妨げられる可能性があるウクライナのボロデミル・ゼレンスキー大統領はウクライナ部隊がクルスク州で陣地を強化していると述べたまた自分が掌握したロシア領土は 為替資金だとしロシア軍が占領したウクライナの複数地域と交換できる可能性を示唆したウクライナの越境攻撃は2週目に突入しているウクライナがロシア領内にここまで深く侵入したのは2022年2月にロシアがウクライナへの全面侵攻を開始して以降で初めてこの突然の越境作戦を受けこれまでに12万人以上が 安全な場所へと避難しているウクライナはロシア領土の一部を掌握したと主張する一方でロシア領土を占領するつもりはないと繰り返し主張しているウクライナはロシア領土の占領に興味などないとミハイロ・ポドリク大統領顧問は16日に述べたポドリャク氏はロシアに侵入した重要な目的の一つは我々の思うように ロシア側に交渉させるためだとした公平な交渉プロセスに入るようロシアを説得するために軍事的手段が客観的にどのように使われているかその様子がクルスク州ではよく分かるとポデラク氏はソーシャルメディアに投稿ウクライナ政府は効果的な強硬的手段を証明していると述べたウクライナ軍のオレクサンドルシルスキー総司令官は十六日 自の攻撃部隊は戦闘を続け前進しているいくつかの地域では敵がいる方向へ1から3キロメートル進軍したとソーシャルメディアに投稿された動画の中でゼレンスキー大統領に報告したシルスキー総司令官は国境から約13キロのクルスク州マラロクニャ村での戦闘で 大勢を捕虜にしたた。いと述べたウクライナの進軍が続く中ウクライナと国境を接するロシアベルゴロド州の当局は19日から5カ所の村を対象に避難を実施すると発表した同州のベシャスラフ・グラトコフ知事はメッセージアプリテレグラムに国境近くの小さな集落の名前を複数挙げ8月19日から 5つのの集落への立ちち入りをををを禁止し、し住民を避難させ、財産を持ち出すす手助けをするとした。ロシア軍もウクライナ領内で前進ウクライナがロシア西部の領土にさらに入り込む一方でロシア部隊も同様にウクライナ東部で進展を見せている16日にはロシア政府が自分がセルヒーウカを占領したと発表したここ数週間 ロシア部隊ががウクライナのののを占領したとの主張が続いていてる直近進軍でロシア軍はウクライナ東部ポクロフスクに接近したこの町は東部の前線沿いにいるウクライナ部隊に物資を供給する主要道路上にあり重要な兵站拠点となっているポクロフスクはロシアが支配するドネツク州の北西に位置する。 同州は16日朝からウクライナ軍の攻撃を受けており市民数人が負傷しているポクロフスクの軍政当局のトップセルギー・ドブリャク氏は15日ロシア軍が急速に郊外に接近しているとして市民に避難を促したこれに先立ちドネツク州のロシア支配地域にロシアが設置した当局者は少なくとも7人が負傷した ショッピングセンターへの攻撃をめぐりウクライナを非難したドネツク州でロシアが一方的に編入を制限した自称ドネツク人民共和国を率いるデニス・プシリン氏は16日正午ごろからドネツク市が砲撃を受けているとしているロイター通信はドネツクの地域責任者の話として過去24時間に市民3人が死亡し 5人が負傷したた。と報じた2014年にロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミアではロシアのウラジーミル・プーチン大統領に命じられて建設された橋を狙ったミサイルが複数飛来したが夜の間に撃墜されたとロシア国防省はテレグラムで発表した。ロシアが軍事侵攻を開始して以降 ウクライナはクリミアのケルチオ橋への攻撃を試み実際に何度か爆撃に成功している。